こんにちは、プラスワンです。現在高速道路を走行しているんですが、このトンネルを抜けた先は明石海峡大橋になります。今回はキャンピングカーで明石海峡大橋を走行して、その運転挙動をレポートしたいと思います。キャンピングカーを運転するにあたって一番注意が必要な点といえば、僕は横風かなと思います。明石海峡大橋は全長が約3900メートルで世界最長の吊り橋です。で、横風がとても強いです。これからですね、実際に走行していきますので、これからキャンピングカーの購入を考えておられる方やレンタルなどをされる方に注意喚起の動画として見ていただければなと思います。まず僕が乗っているキャンピングカーなんですが、カムロードベースのキャブコンです。全長がですね、約5メートル、高さが約3メーター弱の国産キャブコンの標準的なサイズになります。はい、これから明石海峡大橋渡ります。ただいまの風速が10メートル、結構風が強いですね。結構吹いてます。あ、でも結構風を受けますね。今ちょうど、うわ、これはやばいぞ。結構集中しないとハンドルを持っていかれそうな感じです。今だいたい50キロぐらいで走っていますけど、これ以上ちょっとスピード出すとちょっと危ないかなっていう感じがします。ハンドルも左右に持っていかれるような感覚ですね。ちょっととにかくキャンピングカーについては高さが3メーターぐらいあるので横風を思いっきり受けます。あ、やばいやばい、ちょっとやばいぞ。ちょっと今日は今まで走った中で一番やばいかもしれない。ちょっと恐怖を感じます。ちょっと、おお、やばいやばい、やめてくれ。相当風が強いです。前も瀬戸大橋、渡った時の動画をお届けしてるんですけども、その時より断然風が強いです。今日の方が、今日が一番今まで乗ってきた中で一番強風ですね。この風の音聞こえますかね。もうなんか倒されそうな感覚があります。早くやり過ごしたい。ちょっとめちゃくちゃ怖いぞ。わあ、怖い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 。この旗見えますかね。相当強風ですよね。もうちょっとで渡り終わります。渡り終えました。まあ、橋の上は速度制限が80キロだったんですけど、とても80キロ出せるような状態ではなかったです。マジで倒れるかと思った。ちょっと一度サービスエリアによって休憩したいと思います。あ、腕パンパン。ということで今日は、風速10メートルの中、明石海峡大橋をキャンピングカーで渡ってみました。で、風速10メートルって書いてあったんですが、実際ね、もっとあったんじゃないかなと思います。相当ね、横風がきつかったです。で、これまでキャンピングカー
中で一番の強風だったと思います。もうまともにまっすぐ走れないっていう感じでした。で、まあ、結局そのキャンピングカー の一番の弱点っていうのはやっぱり横風なんですよね。で、先ほどの走行のシーン見てもらったら分かるように、高さが3メートル弱あって、さらに重心が高いということで横風にやっぱめちゃくちゃ弱いです。ですので、キャンピングカーを運転するときはまず横風に注意するということと、そもそも、スピードを出しすぎないということがまず 安全に運転するため の、まあ絶対条件と言えるんじゃないかなと思います。で、この車については、全長が約5メーターで高さが約3メーター弱の、一般的な国産キャブコンタイプの、形になります。足回りについては特にですね、オプションで、ショックアブソーバーとかスタビライザーとかはつけてないんです。で、タイヤについてはカムロードの純正タイヤについてはですね、幅が、195っていうのが標準サイズなんですが、僕のキャンピングカーについてはタイヤは変更しています。で、幅を、215のタイヤに変更しています。で、要は正面から見た時のタイヤの厚みが19.5 センチから21.5センチに変更したことによって少しこうワイドになっているような形です。まあ、ですので、路面タイヤがですね、路面に接地する部分が、広くなるということで、まあ、若干、その分安定性は増すかなと思うんですが、まあ、いかんせん高速走行をしていると、まあ、それ以上に、風の影響をもろに受けやすいあんまりそのあたりは、劇的に変化があるというものではないかなと思います。まあ、キャンピングカーを、これから購入したりとかですね、またレンタルで乗ろうとしている方についてはキャンピングカーの運転挙動というものが、まあ、どんなものだろうと思われている方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、一番こう差が出るところといったら横風をやっぱり受けるところに尽きるかなと思います。乗用車よりも断然にですね、ハンドルを持っていかれるシーンっていうのがやっぱ多いです。ですので、先ほども言いましたがまずは、スピードを出しすぎないということです。目安となる速度なんですが、風がなくてですね、いい気象条件だったら、まあ、約80キロ、80キロを超えて走行していると、例えばどれか後ろからですねバスとか大型トラックとかが抜いていったときに、すごく風にやっぱり煽られます。それでですね、車が右に振られたりとか左に振られたりとかってするので、やっぱり速度的には、まあ、どんなにいい条件でも80キロといったところを一つ目安にした方がいいのかなと思います。で、今日なんかは、風が強いんで、まあ、80キロの速度制限の高速道路なんですけど80キロは今出し切れないです。今ですね、ちょうど70キロくらいですね。やっぱり急なこのような突風があるんで、やっぱりどうしてもスピードは出せないです。はい、今回の動画は以上になります。この動画ではですね、キャンピングカーに関する情報や遊び動画を中心に配信しています。この動画が少しでも